でどうも、ソテナイスです。昨日28枚目シングル、君に叱られたのジャケ写が公開されたと思うんですけど、まあまあ、すごかったですよ。ジャケ写すごかったんですけども、まあ、それと同時ぐらいにね、アーシャも、なんと、公開されまして、それがこちらになります。もう、わからん。僕はもう、わかりません。君に叱られたも今なんかタイトル言ったけど、まあ最初はタイトル言った時間違ってるんじゃないかなって思っちゃったんですけども、虫に叱られたんじゃないかなって思っちゃったんですけども、アーシャにもしっかり虫います。アーシャにもしっかり虫いる。ね、テントウムシをはじめ、あと蝶々がいるかな、まあ、僕はそれぐらいしかちょっとわかんないんですけども、まあ、すごい羽をね、羽がもうめちゃくちゃ広がってて、なんかジャッキーシャの時はなんかそんなに思わなかったけど、虫でかない？めちゃくちゃ。虫めちゃくちゃでかいっすよね。メンバーが小さいのかもしれないけど、虫で、テントウムシってこれぐらいじゃなかった？普通。テントウムシこれぐらいのがピンピンピンで飛んでるんじゃなくて、もうでかいテントウムシドンって感じだから、もうその、まあほんとそういう世界なんだろうな。虫がでかくてもファンタジーって言ってたから、やっぱ、ジャケシャの説明のところだね。ファンタジーってあったから、まあそういう世界の中で、やっぱメンバー女神みたいなね、感じで、もう僕にはわからないんですけども、すごく独特なね、世界観となっていて、まああと、なんか、上に空になんかよくわからん丸がありますけども、まあそれも何なのかちょっと僕にはわからないんですけどね。まああとメンバーですね、まあ衣装はジャケシャと同じ感じのを着てて、まあ一人一人多分違う衣装を着てるのかなという感じで、まああとポーズもね、一人一人全然違くて、もうセンターのさ、カッキーのポーズもよくわかんないもん。なんかどういうポーズ、こう肘右はこう曲げてて左はこうみたいな、もうカッキーカッキーのポーズすらわからないんですけども、まあ、あとセクシーなポーズをね、撮ってる水木とか、まゆちゃんとかセクシーなポーズ撮ってたり、あとレンタンは相変わらず右足めちゃくちゃ上げてます。レンタンはジャケシャと同じくめちゃくちゃ右足上げてたりとか、梅ちゃんも右足上げとるんよな。もうよくわからんわ。ポーズもなんか独特だし、まあ、ただね、こうどんなポーズしてても、どんな感じでも、メンバーが可愛いことには変わりないということでね、まあ、それは間違いないんですよね。それだけはね。あとアスカちゃんめちゃくちゃいいっすよね。アスカちゃんも肩出てて、あとヒールめちゃくちゃ高くない？ヒールとんでもないぐらい高くないですか？うん、まあそういうね、まあいろいろ細かいところを見ていくと、こうメンバー一人一人ねポーズとか見ていくと面白いんじゃないかなと。一応ね27枚目シングルとアーシャと比べてみるとこんな感じで、とんでもない違いとんでもない差があるんですけども、まあ、27枚目シングルねすごい、まあ、かっこいい、こう綺麗というか、まあバーンっていう明るい、かっこいい感じだったんですけども、まあ、今回はもう虫をバックにポーズを取る女神たちですから、うん、めちゃくちゃよ、もうめちゃくちゃ。これがさ、その歌番組の公式サイトの出演ラインナップのとことかにこれが載るって考えたら、あと歌ね、その番組の紹介の時とか、これが映るって考えたら、ちょっと笑っちゃうかもしれない。マジで。このアーシャ出てきたら。っていうね、まあそれぐらい素晴らしい。もちろんいい意味ですよ。まあこのアーシャ、ジャケシャともに虫がいると。虫が、結構、虫の主張が激しい。バックにいながらも激しいというところで、まあ、MV もね、どんな感じになるのか、楽しみだなっていう、よりこう、なんか興味湧いてきたなっていう感じはあるんですけれども、まあ、虫がね、まあ、出ないことを僕は祈ってます。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。皆さんのね、この話を見た感想とかもコメント欄に、書いてくれたら嬉しいです。あと、チャンネル登録と高評価、Twitter と Instagram もやってるんで、そっちのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。